い、どうもこんにちは。チャースプレチャンネルです。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。はいはい、待ってたでしょもう顔に笑みがボルコムアウターウェイを紹介したいと思います。いやー、来ました。待ってました待ってました、はい、お待たせしました。結構ね、幅広く、はい、バックカントリーからストリートスタイルまで、はい、結構幅広い雰囲気のウェアを作ってるウェアブランドで。そうですね、結構長いね、もうウェア出してね。長いです。うん、はい、歴史はどれぐらいな感じだったっけ？はい、これがですね、はい、1991年にリチャード・ウールコットとタッカー・ホールというこの2人がですね、はい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 、スノーボードトリップに出かけて、はい、そこからボルコムを作ろうっていう話になるんです。聞いた聞いた、それそこが起源なんですね。さすが知ってるね、はい、オタクだね、はい、ボルコムオタクだね、はい、愛用歴27年でございますでも本当それぐらいこう昔からいいものをずっと作り続けてて、そうですね、未だこう健在だっていうね。いや、廃れないですね。そうだね、色褪せない、うん、まあ、本当になんかこうシンプルなものからね、はい、本当にこう特徴的な、もうこのボルコムストーンを象徴としたウェアをバッチリ作ったりとか、はい、結構本当に若い人から大人まで、そうですね、しっかりカバーしてるなっていう、はい、まだに懐かしいブライアン・イグチってね、はい、本当にヒゲを携えたかなりレジェンド感満載な感じでも、ボルコムのウェアをやっぱこうプロダクトから商品開発から自分もライダーとして活動、はい、活躍してるっていう、まだね、イグチベストなんていまだに新作も出てるぐらいだね。そうだね、本当にすごいなって思うブランドですし、はい、うん、ボルコムに特化したテクノロジーがあって、はい、まあ、ジャケットもこう3枚、パンツも3枚、まあ、なんとなくこうレイヤリングっぽいような感じで見せてるんだけど、はい、まあ、ゴアテックスの生地使ってたりとか、はい、うん、で袖にこうポケットあって IC カード対応の、まあ、ニセコポケットなんて言われてる、はい、そんなテクノロジーあったりとか、まあ、当然ベンチレーションとか、外側のファスナーからイヤホンのジャック出してイヤホンつけれるようになってたりとか、はい、うん、やっぱもう基本的なウェアのテクノロジーはもう満載なんだけど、はい、ただ一つ、はい、すごいテクノロジーがあって、ボルコムだけのすごいやつですよね。そう、これ中開けてみんなついてるこのパウダースカートっていうね、はい、雪が入ってこないもう一つのウエストっていうのが中についてるんだけど、はい、この半分から後ろ身頃に、はい、これファスナーついてるんだね、はい、そう、これね、これここにも書いてあるんだけど、はい、このジップテックって言って、ジップテック、そう、パンツとジャケットをつなぐシステムなんだよね。これがすごいですよね。そう、これがすごいですよ。ワンピースとか着ちゃうと雪入ってこないんだけど、はい、でも何かとお手洗い大変だったりとか、はい、うん、でもこうジャケットとパンツをファスナーでつなぐことができるっていう、しかもなんかこう、はい、半分から後ろがつながるような感じなんだ。そうなんですね、前がつながってないから、まあ、つけやすいしさっと外しやすいし、はい、しかも雪入ってこないし。そうなんですね、やっぱり結局雪が入ってくるのってお尻ついた時にこう背中側がザッていうのが、そう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 、尻餅ついた時に、はい、ジップテックが最強すぎて全く雪が入ってこないっていう。なんか聞くところによるとボルコム社の特許らしいんですよ、ね、ああ、そうらしいですよね。そうそうそう、だからまあちょっと他のメーカーが使いづらかったりとか、はい、これがもうなんて言ったって素晴らしいので、これは本当素晴らしいですよね、うん、これしかも慣れると自分で着てるウェアを着てる状態でこうつけたり外したりとかも簡単にできるようになって、いや、そうなんですよね。見たいでしょそれね。見たいですね。そう、俺もちょっと練習するんだけどこれから練習するんだけどちょっと着てみたいと思います、はい、どんな風に装着できるか、はい、はい、こう動きたらいい、はい、はい、はい、お待たせしました。はい、かっこいい。これいいね、いけてる。これ着てるのはあの上下 S サイズ、 S サイズ、ジャケットもパンツも S サイズ着てます。はい、新井さん、まだまだフリースタイル色いけますよ。 いけるね。かっこいいっす。細くてピチッとしてる感じだけじゃないね。はい、なんつってね、まんざらでもない様子もう今ジップテックがついてる状態。はい、最強の。そうなんです。ちょっとジャケット開けてみると、はい、これね、パウダースカート外しても、外します。これ分かるかな。もうくっついてる、くっついてる。ジャケットとパンツがこうつながってる感じ、分かる。分かります。もう雪が入りようがないですもんね。そう、この真横ちょっと前ぐらいのところから、はい、大体だから約3分の2ぐらいつながるような感じだもんね。そうですね、うん、本当に前のちょろっとしたところだけ空いてる感じ。でもこれ最強ですね。前パウダースカート閉じちゃったら、はい、もう最強だよ。最強ですね、うん、
しかもなんかこう冷気とかも腰回りから入ってこないから、そうなんですよ、ね、なんか暖かさもあるような感じするね、はい、うん、なんか結構あのいろんなメーカーのウェアとか着てる方とかで、うんうんうん、これにボルコムのチップテックついてたら最強なんだけどなっていう方とかも結構いらっしゃいますね。言われたことある、はい、これ繋がんないんですかって言われたことある、あ、違うメーカーの、はい、うん、いやこれ最強でない、これ最強です、マジで最強です ね、しかもなんか腰のカーブに合わせてのファスナーだから、はい、なんかこうファスナーの動きもめっちゃスムーズなんだよ。おー、ほんとだ、パンツのこうファスナーにインして本当に片手でスーッとスムーズに開けれるような感じだから、そうですね、うん、超簡単じゃないこれ、簡単です ね、ビブパンツどころじゃないですからね、繋がっちゃってますからね。確かにこうギアはギミックがたくさんあって、はい、いろんなこう使い心地使い勝手がいいっていう感じだけど、はい、ウェアもやっぱこういうテクノロジー、こういうギミックって、そうですね、大切だね、大事だね、やっぱりいろんなメーカーに一つ大きな武器があるんだなっていう感じはしますよね。そうですね、やっぱどうしても素材とか、はい、うん、なんか防水、こうテープとシームで濡れませんとか、でもこうパンツがこう上下つながるとか、まあ、前の動画みたいにインナーついてるとかね、インナーとファスナーにつけれるとか、やっぱそういうこうギミックみたいなのもなんか楽しい。そうですね、なんかそれぞれにいろんな個性があって面白いなと思いますよね。まあ、それぞれこう違うパンツ、こういろんなジャケットっていう組み合わせがこうできて、さらにこうつなげられるっていうところが、はい、同じようなシリーズでこれとこれはつながるんだけどこれつながらないんですよみたいな感じたまによくあるけど、ありますね、うん、このジップテック最高だね。いや最高ですね。新井さんのウェアはこれゴアテックス、そう、あんとこれジャケットがゴアテックスで、はい、うん、パンツはゴアテックスではないんだけど、はい、うん、ゴアテックスどんな感じですか、ジャケット。なんかね、柔らかいんだよねこれね、結構なんかサラサラした感じ、ね、そう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 、うん、まあ、軽いし、はい、しかもあのインナーのライナーみたいのもついてるから、はい、こうペタッと張り付く感じもないし、ね、あ、そうですか、うん、いい感じですね、うん、シルエットがまたいいな。そう、なんかこうストリートっぽく使えるけどでも素材がゴアテックスっていうね、はい、うん、見た目とこうテクノロジーがこうちょっとギャップある感じもちょっとかっこいいね。そうですね、うん、いやほんと3レイヤーのすごい高いゴアテックスの生地からゴアテックスじゃない素材でも、はい、うん、まあ値段を安くしてかっこつけれるようなウェアたくさんあるから、はい、本当にラインナップの幅も広いから、そうですね、本当になんか選び応えあるなってそんな気するね。はい、うん、監督は今年何着る？いや、もちろんボルコムです。もちろん、ね、もちろんボルコムです、はい、好きだもんね、はい、ビブパンツも買いました。ビブパンツ、はい、ボルコムの、いい、ね、それをさらにジップテックでつけます、はい、確かに、はい、まあ、さらにね、雪入ってこないよね、はい、前も長くなるしね、最強の最強ですカッコつけれるウェアからもうハイテクノロジーの生地まで、はい、いろんなラインナップがあるボルコムウェアですよ、はい、ぜひお店でチェックしてください。はい、それでは良いスノーシーズンを。ありがとうございます。ありがとう、また。